続いては深掘りです。今日はですね、近年注目を集めるロケツーリズムについて瀬野さんとね、一緒にお伝えしていきます。はい、このロケツーリズムとはですね、映画やドラマをきっかけにそのロケ地を訪れ、風景や食べ物を楽しんだり、人々のおもてなしに触れてファンになったりすることを言うそうなんですね。はい、この新しい観光の一つとしてですね、国も注目しているということで、近年岡山県はですね、多くの映画やドラマの撮影が行われていて、このロケ地としてのね、需要が高まっているということなんですよね。はいはい、そんな中、瀬野さん、2018年から岡山県フィルムコミッション協議会の専属のスタッフとして、県内への映画やドラマのロケ誘致を進めているんですが、具体的にはどういったことをされているのかなと思うんですが。はい、映画やドラマだけではなく、情報番組、ミュージックビデオ、CM 撮影などなど、映像作品幅広く関わらせていただいているんですけれども、そのロケの誘致から、そして支援する際は制作側と地域の間に立って、ロケがスムーズに行えるように支援させていただいたりですとか、最終的には作品を活用してシティプロモーションにつなげるということを目的に活動しています。はい、このロケ地に選ばれるだけで、この岡山をですね、全国に PR できますもんね。はい、そして映像を活用してその発信していくので、なので普段何気なく見ている風景が魅力につながったり、すごく幅広く、はい、影響があると思います。はい、この最近では聖地巡礼とも呼ばれておりまして、映画のロケ地を、ね、訪ねる人が増えているということなんですよね。ちなみにこのロケツーリズムによってもたらされる経済効果のことをですね、間接経済効果というそうなんですね。はい、代表的なものではですね、2016年公開のアニメ映画君の名はなどのロケ地となった岐阜県ですね。はい、公開後2ヶ月の経済効果はおよそ253億円に上ったということなんですね。はい、すごいですよね。そうですね。はい、というわけで岡山県もですね、このフィルムコミッションに力を入れていまして、今年度の重点事業としておよそ1240万円の予算を当てているということなんですが、まあ、これまではですね、瀬野さん、どんな作品を誘致されてきたんですか？はい、様々な作品があるんですけれども、岡山が舞台になった8年越しの花嫁から、はい、最近では燃えよ剣、はい、名もなき世界のエンドロールなど、たくさんの作品を誘致させていただいてまして、で私がその関わったのは15本ぐらい。15本も携わられてきた、はい、思い入れがある作品ばかりですよね。そうですね、やはりこう気持ちが入っていくので、一つ一つの作品に思い入れがあります。はい、そしてですね、最近岡山県でロケが行われたのが、今日公開になった映画トンビなんです。みんなはこう言った。トンビが鷹を生んだ。ひとりで瀬戸内海に面した架空の町備後市を舞台に、日本一不器用な男ヤスと息子アキラの親子の絆、そして二人を支える町の人たちの姿を描きます。彼は大人になった。父に僕はまだありがとうを言えていない。トンビ。テレビ瀬戸内をご覧の皆さん、阿部寛です。北村匠海です。瀬戸内を舞台に親子の絆を描いた映画トンビ、絶賛公開中です。ぜひご覧ください。はい、このトンビ、撮影が行われましたのは浅口や笠岡市など県内8つの市や町だということで、県内でも、ね、非常に注目が高まっている映画なんですよね。どうしてですね、このトンビロケ地に採用されたんでしょうか？はい、この原作自体が広島県備後市を舞台にした作品なんですけれども、はい、瀬戸内海周辺でその海沿いの町っていうのを探されていまして、で私が携わらせていただいたのが2019年の5月頃からなんですけれども、脚本を制作するところから携わらせていただいてまして、でその時はまだロケ地を探すという段階ではなくって、その瀬戸内の風景であったりとか、そういったものを脚本に落とし込むっていうタイミングだったんですけれども、やはりそのこの瀬戸内海の穏やかな風景などをすごく気に入っていただきまして、でそして昭和レトロな街並みなども選んでいただいて、はい、ね、はい、そうですね、趣がありますもんね。そうですね、もう今でも普通に昭和レトロな街並みが残っているんですけれども、やはりその中で人々がこう生活を営んでるっていうところが監督もすごく気に入られたポイントになっています。はい、そんなこうね、
映画誘致を進める瀬野さんの、取り組みの成果なんですけれども、こちらをご覧ください。はい、こちらですね。はい、こちらですね、ピンクは問い合わせ件数、そして青色はですね、実績ということなんですけれども、瀬野さんが職員となったのは16年、そして専属スタッフは18年ということなんですけれども、まあ、こちらご覧いただいたら分かるように、問い合わせに対する実績がですね、ここ数年、まあ、半数以上にね上っているということで、非常に成果を上げられているということなんですね。はい、そしてこれだけ岡山がですねロケ地として注目を集める理由というのがですね、続いてこちらですね。はい、瀬野さん、こちら説明していただけますでしょうか。はい、やはり岡山は晴れの国と言われるだけ、雨が少なくスケジュールが立てやすい、はい、そして海、山、田舎の風景、そして市街地も取れるといったロケーションがとても豊富、はい、そして何よりできないと言わない、ということを心がけてまして、はい、そのすごく難しい問い合わせとかも来るんですけど、その場でお断りするのではなくって、一度こう受け入れて、そして何がどうやったらできるかっていうのを一緒に考えるようにさせていただいています。例えばその難しいのってどういうのがあったんですか。そうですね、やはり街で爆破したいなとか、それは困ります。難しいですね。そうですね、車をちょっと飛ばしたいとか、そういった問い合わせもたくさん来ます。でもできないとは言わなかったんですよね。はい、まあ、そんな中でもですね、こう全国にも素敵な場所ってたくさんあると思うんですけれども、はい、どんな工夫で PR されてたんですか。そうですね、やはりその地元住民の方々が非常に協力的っていうこともありますので、住民の方たちがすごい協力的なので、ぜひっていうところからまず入っていくんですけれども、まずロケーションを問い合わせが入ってきたときに、すごく抽象的な問い合わせも多くて、田舎の風景ありますかとか、その田舎の風景って言っても、人それぞれで田舎の風景って思い描くものが全然違って、こうパッと思い浮かべるのでも棚田の風景なのか、山が近いのか、こう川が流れているのかとか、そういった風景の中でその問い合わせするときに、できるだけ制作側が思い描いているものっていうのをしっかりヒアリングして、で制作会社からそのイメージをきっちり受け取った段階で、地元の方々にこういうロケーションを探していますっていう問い合わせをして、そこで情報を収集していくっていうことをすると、やはりその制作側の思いに近いものがロケーションが上がってくるので、そういったところで提案すると次のロケ班などにつながりやすいというふうに、こう次のステップに進むっていうのがそのロケ誘致のポイントかなと思っています。はい、先ほどね、地元住民というお話もありましたけれども、ロケ地になった場所の人たちはですね、どう受け止めているのでしょうか。今回の、トンビの例で見てみましょう。昭和の面影を残す浅口市金光町大谷地区、ここではおととし11月から1ヶ月間、主人公のヤスが住むみゆき商店街の撮影が行われました。物語の冒頭で主人公ヤスが荷物を届ける場所として使われた藤井商店では、昔はこういう風なんだったんだかなと思って、ちょっとこちらももう楽しみに見させていただきました。皆さんが映画見てくださって、それでこの街を歩いてくださったらすごい嬉しいです。実際にね、作品がこう出るとか、その道具が出るとかいうようなねことがあるんで、余計にあ、どこだどこだいう感じでになりましたね。そう話すのは、映画の中でも酒店として登場した古川酒店の古川茂さんです。彫刻家としても活動する古川さん、自身が制作した作品は映画の重要なシーンで小道具として使われました。ここ町でもうお店を開けてるところがもう少ないぐらいになってるんで、もう一度町おこし的にね、こういろんな人が来て、いろんなお店ができていったりしたらね、いいなと思っております。はい、浅口市観光協会では映画の公開に合わせて撮影に使われた看板を商店街の店舗などにこう取り付けまして、映画の雰囲気を再現して街を盛り上げるという、企画を今月14日からスタートさせるということなんですね。もう地元の期待も高まってますよね。そうですね、街の至るところでトンビのポスターなどを貼ってプロモーションしてくださっているので、盛り上がってきたなというふうに実感しています。
今日公開ですからね、うん、本当たくさんの方に、ね、訪れてほしいですよね、はい、でこうロケ地を訪れた人にこうその聞き取りとかもされてきてるんですよね。こういろいろ回ってもらえるようにそうです、ね、ロケ地のいいところも、はいはい、やはりロケ地を巡るときに何が楽しいかというと、うん、やはりその地域で その撮影を見てたりとか関わってくださった方がこう撮影の時こうだったんだよとかいう裏話なども喋、うん、ってくれると思うのでそういったところも楽しみながら地域の魅力を感じてほしいなというふうに思ってます、うん、でそしてその地域の方々のコメントをまとめたロケ地マップなども今準備をしておりまして、はい、また4月中旬ぐらいには配布が始まるかと思いますのでぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらと思います、はい、まあ、この金光町の例を見ますと、はい、まあ、セットの再現も、ね、進めているということで、まあ、マップとセットをこう再現ということで、まあ、経済効果も期待できるんじゃないかなと思うんですが、そうですね、やはりその今まで来てくださらなかった方々とかがこの作品をきっかけに町に訪れてくださると思うので、うん、そういったところでお土産屋さんだったりとか、うん、食事どころもたくさんありますのでそういったところを楽しんでいただきたいなと思います、はい、まあ、そんな岡山でのですねロケツーリズムなんですが今後の展望について瀬野さんいかがですか。はい、やはり映像を通じて魅力を発信することで今まで知られなかった岡山の魅力などをしっかり伝えてそして岡山にたくさんの方が来ていただくことでその新しい人たちがこう岡山の魅力を感じていただいてそして帰ってまた来たいなというふうに思ってもらえるような取り組みをどん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 やっていきたいなというふうに思っています。はい、こう岡山県でもこうおすすめの場所があったりすると、はい、瀬野さんのはい、フィルムコミッションの方に協議会の方に連絡してもらったらいいんですかね。そうですね、お店であったりとか、うん、会社でもありがたいですし、会社でもいいんですか。そうですね、あとテレビ瀬戸内ぜひお願いしたいですね今日しっかりロケハンして帰ってほしいなと思うんですけど、はい、いつでもお待ちしてます、うん、会社でもいいっていうことですね、うん、はい、もちろんです、はい、ちなみに香川にもありまして香川フィルムコミッションがあります。香川県内のロケなどに詳しくはこちらのホームページご覧ください。以上、深掘りでした。